こんにちは、シエルです。今週の1月14日木曜日にラジオに出演することになりました。静岡放送の SBS ラジオ一歩というね、朝のね時間帯に放送されているもので、こちらで海外ドラマについてお話しさせていただきます。出演させていただくのは2回目なんですけれども、海外ドラマコメンテーターとしておすすめ海外ドラマや最新情報についてお話しさせていただきます。あのね、どうなるかは生放送だからね、わからないんですよ。時間との戦いもあるし、あとね、前回もそうだったんですけど電話での出演なんですね。なのでね、結構ね難しいんだよね。表情が見えないから、たまにこう声がパンって重なっちゃう時があったりとかして、海外ドラマ熱がすごいからすごい話したくなっちゃうね。アナウンサーさんからのね質問などもねこういただくのでね、楽しくね海外ドラマのお話をできたらなと思っています。今年2021年、今見てほしいドラマをね皆さんにお伝えしたいなと思うんですけれども、悩む、ものすごく悩む。よかったら皆さん木曜日の朝、朝早いんだよね、朝8時過ぎぐらいからなので、ぜひねシエルの海外ドラマおすすめ情報などをね聞いていただきたいなと思います。はい、それでですね、今回は海外ドラマの Q&A 質問コーナーをしたいと思います。海外ドラマについてね、たくさん質問いただいたので、いろいろお答えしていきたいと思います。ポン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 といきます。冬のおすすめ海外ドラマは何ですか？ゲームオブスローンズ、ファーゴ、クリスマスの時期だったらグリーかな。コブラ会、全部見ましたか？今年の1月、つい少し前にシーズン3が配信されたばかりなんですけど、あのね、シーズン3だけはじっくり見ますって言ってたんだけど、もう見ちゃいました。一瞬で見ちゃった。初めて見るのにおすすめの海外ドラマは、ジャンル別にいきたいと思います。アクションドラマだったら、ハワイ50、コメディドラマだったら、ビッグバンセオリー、ダークな感じのものが好きだったら、ブレイキングバッド。私が海外ドラマにハマる一番のきっかけとなったのは、バーンノーティス、元スパイの逆襲です。ゲームオブスローンズで一番衝撃だったシーンは、第3章、キャスタミアの雨。ウェディングのシーンですね。くーって感じ。はい。最近見ていたドラマは何ですか？コブラ界、モダンファミリー、シッツクリーク、クイーンズギャンビット。ド定番だけど、OC が好きです。いや、私もすごい好き。懐かしい青春ドラマだよね。私もどっぷりハマった。当時動画配信サービスとかないから、ツタヤめちゃくちゃ通って、借りてみたけど、家のこの辺にあります。はい。DVD ね、コンプリートしました。ちなみに GOC、オレンジカウンティーっていうセレブ地区のお話なんですけれども、オレンジカウンティーに3ヶ月だけ住んでたことがあります。ウォーキングデッドシーズン10見ましたか？見ました。一応最新エピソードまで見たんだけど、あの人出てきたって感じで終わったけどね。これからどの方向に行くのかが気になるところですね。ちなみに、フィアーザ・ウォーキングデッド、ウォーキングデッドの、あれ、前日談に当たるのかな？その前の話。あれもまた見直さなきゃ。フルハウス見てますか？フルハウスは私の毎日談にもありますし、私は自分のことフルハウス世代って言ってるんですけれども、小学校の頃ちょうど家に帰って放送されていたのがフルハウスだったね。まあ、フルハウスと共に育ったみたいな感じ。フルハウスの復活版、フラーハウスっていうのもネットフリックスで配信されてるので、そちらもね、私見てるので、よかったら見てください。NCIS ニューオーリンズ見てます。世界で最も視聴されているドラマがこちらの NCIS シリーズです。はい、なのに私全然見れてないの。ニューオーリンズっていうのもあるんだね。スピンオフがたくさんあって、 NCIS の最初のものを 2,3 年ぐらい前にシーズン1の第1話からずーっと録画してたの。録画したハードディスクがあったんだけど全部消えました。残念。ちょっとどこかのタイミングで見たいなと思ってます。吹き替えで海外ドラマを見たいんですけど、最近は吹き替えが少なくて残念です。動画配信サービスの到来によって、とにかくドラマの数がめちゃくちゃ増えましたよね、急に。だから多分吹き替えが間に合ってないんだよね。で、私がおすすめしたいのは、もともと DVD リリースとかされてたものとかって吹き替えがあるものが多いので、第3次海外ドラマブームにあたる24あたり、2000年代ぐらいに流行ったものとかだと吹き替えがあるものが多いと思うので、そのあたりをぜひ見てください。メンタリスト見てる？メンタリストこの辺にあるよ。本業マジシャンだしね。見ましたよ。ちなみに私の絵がこちらです。
旦 OC を英語の勉強を兼ねて見てます。いいチョイスだと思います。英語学習用の海外ドラマだったら、まあフレンズ結構話に出てくるかな。フレンズ、フルハウスあたりのコメディドラマがね、あの日常会話が多くて分かりやすいって聞きます。ちなみにさ、最近さ、ビッグバンセオリーで学べる英語の学習方法を発信してますみたいな感じの方がツイッターをフォローしてくださったんですけど、あのビッグバンセオリーって物理学者のオタクの話なんだけど、物理学の言葉って日本語でも難しいのに、これを英語にしたらめちゃくちゃ難しいじゃんと思って、すごいなと思っちゃった。だけどあのビッグバンセオリー自体がめちゃくちゃ面白いからいいと思います。相当長くて日常的に使わない単語出てくると思います。はい、でも楽しそうですね。いいですね。ビッグバンセオリー見て大爆笑してます、ね、ビッグバンセオリー最高だよね。なんか落ち込んだ時見たくなる。うん、ビッグバンセオリー、うちにもシーズン5まであります。シーズン5以降 DVD リリースしないという、なんでワーナーさんにすごい言ったんだけどね、この一人のね力じゃねどうにもなりませんでした。ファーゴのシーズン4が早く見たいね。日本で見れる日を楽しみにしましょう。グレイズアナトミーシーズン15面白い。シーズン15ってすごいね。私は12かな。うちにはシーズン12ぐらいまで DVD があるんだけど、そうそう、それ以降見れてなくてね。グレイズアナトミーは面白いね。メディカルドラマでナンバーワンだと思います。グレイズアナトミーツッコミどころ多すぎてさ、病院で事件起きすぎて受ける。いつもシーズンごとの終わりがすごい事件が起きるのよ毎回。でもね、それが気になって次が見たくなるんだもんね。デクスター続編楽しみ。 Hulu でね配信が始まったので、見てない方はぜひそちらをまず見てください。そして続編が始まったら一緒に楽しみましょう。アマプラでマジシャンズを見始めました。見ましたか？本業マジシャンだからさ、見てそうじゃん。見てないのよ。噂で聞くと大人版ハリーポッターって言われてるんだよね、マジシャンズが。で、私ねハリーポッターがハマれなかったの、ごめんなさい。あのね、マジシャンなんだけどね、なんか魔法系の作品があんまりハマれないのよ。でも気になる方はぜひ見てみてください。ペーパーハウスにハマってます。いつかさ、みんなでイベントができるようになった時さ、ペーパーハウスのイベントやってほしいよね。みんなで赤いつなぎ着てさ、仮面かぶってさ、なんかすごい楽しそうじゃない。スペインドラマ強盗集団のストーリーです。ゲームオブスローンズ見直し中。冬来たるですね。もうマジで寒い。先に玉座に座っておきます。 DVD はコツコツ貯めてたんですか？10年ぐらいかけて4000本の DVD をコレクションしました。最初は段ボール箱だったよ。 DVD のこういうラックがなかったから段ボールで保管してたんだけど、ある日段ボールに入れてたらね、 DVD のね角がね傷ついたの。でそれがショックすぎて、あ、 DVD ラック、こういうラック棚って大事なんだなってことに気づいて、そこから始まりました。そして今は4000本あります。犯罪刑事ものベスト3、第1位からいきましょうか。デクスター、ハワイ50、クリミナルマインド。ゲームオブスローンズで一番好きなキャラクターはアリア・スターク。海外ドラマ人生ベスト3、ゲームオブスローンズ、ブレイキングバッド、デクスター。ウエストワールド見てますか？ウエストワールドさ、難しかった。あの HBO の作品で、ゲームオブスローンズがまあすごい人気だった時に始まった作品だよね、ウエストワールド。ゲームオブスローンズに次ぐ大作って言われてて、すごい面白い設定だったんだけど、なんかねハマれなかったんだよね。そう、私の中ではすごい難しかった作品なんだよね。で、ウエストワールドはどうなんだろう、続いてるのかな。あの情報あったらコメント欄にお願いします。チェルノブイリ見たのですが衝撃を受けました。見えない放射能の恐ろしさがすごい映像を通じて伝わってくるし、実は元に描かれてる作品だけどこんなことがあったのかと思うと本当にドキッとするよね。5時間の映画です。かなりの衝撃作だと思いますので、見てない方はぜひ。はい、そんな感じの海外ドラマ Q&A でした。もしね、あの海外ドラマに関する質問があればコメント欄に書いてください。そして今週の1月14日木曜日、朝早いですが静岡放送 SBS ラジオ一歩、こちらもね聞いてもらえたら嬉しいです。今日も動画見てくれてありがとうございました。動画が面白かったら高評価、そしてチャンネル登録よろしくお願いします。それではまた。